どうもみさんこんにちは、みずるです。今回ですね、武器紹介まとめということで、最近はね、武器単体だったりとか、まあ、アセン系とか、まあ、その辺が多かったかなと思うんですが、ちょっと時間も経ってね、落ち着いたことですし、まあ言うてまだ1ヶ月経ってないよね、多分。ね、全然経ってない。なんですけど、まあ、まだ序盤という方もいるでしょうし、もう終わってしまったよという方もいるでしょうし、全然中間だよという方もいるでしょうし、そりゃいっぱいいるよ。うん、そりゃいろいろいるけど、まあ、いろんな方に向けてですね、当てはまる動画となっております。今注目されている武器も含めてではあるんですけど、腕の武器にね焦点を当てて、おすすめの武器たち、意外とこれ使えるねっていうものたちを、ピックアップしてきました。なんと25選あります。そう、それらをね、一つ一つどういう場面で使えるかとか、どの時期で入手できるかとかをご紹介していくので、もしね、その SG とかアイスワーム4とか、そういう固定の今、まあ、ぶっ壊れている結構修正きそうだなっていう筆頭の武器たちしか使ってないよという方とかは、特にですね、新しい可能性を模索してぜひ、見てね、使ってみて楽しんでもらえたらということで、まあ自分なりですけどね。あとはもしそれ以外であればコメントとかね、これはこういう使い方がもっといいとかあればコメントでぜひ教えてくれると、私もね楽しめます。はい、ということで早速ね、今回長いんでちょ巻きでいきます。で、今回ね、近接武器と分けようと思ったんですけど、近接武器も入れちゃいます。まず1つ目、はい、これは入れずにはいられないでしょう。パイルバンカーです。めっちゃメジャーなものとかはサクサクいくんですけど、でこれに関しては対ボスとかの AC 戦とかをほんと一瞬で終わらせられるというロマンが詰まった武器になっております。自分がね、まあ、代表的なもんで言うと、ウォルターとか戦う時に、ウォルターとかもやっぱ回復するし、火力もめんどくさかったりするし、結構こう、まあ、ラスボスという立ち位置なので弱くはないはずなんですよ。でもこのパイルバンカーを使うことによって、回復すらさせずにワンパンさせちゃうとかね、いうこともできたりするので、本当に強いんですよこいつは。対ボスでね、特務機体、あのカタフラクト撃破の時にもこれおすすめですと言ってる方もいたりとかするように、まあ、何より、チャージした時の攻撃力が、まあ、4600という5000近いものに、かつ直撃補正150乗って、さらに馬匠の腕部補正入っていくと、もうほんと万近いダメージがね、ワンパンで出せるよというところが魅力的な武器になっております。はい、続きましてはこちらスタンバトンです。スタンバトンは以前自分も紹介しているんですが、今回のまあ主流戦法であるスタッカーを引き起こせやすいですよというものになっていて、普通に殴る分にも3連続の攻撃が入るので、火力も出るし、スタッカーも溜まるし、しかもリーチが結構長い。武器自体のリーチは長いんだけど、馬匠とかその近接特化のブースターと組み合わせることによって、結構追いすがれる、相手を追いかけながらね、突っ込んでいけるような武器になってます。あとは溜め攻撃で帯電の、まあ、ニードルみたいなのを刺せるんですけど、それを刺すことによって非常に強力なスタッカー武器としてね、使えるようになっていたりと、まあ、近接武器今回強いものが多いですけど、対 AC 対攻略全てにね使えるような武器になってるんじゃないでしょうか。はい、続きましてこちらレーザーブレードです。まあレーザー系のブレードとか、初期のブレードとかね、結構強い強いって最初から言われていて、この進化したバージョンの、まあ、青いレーザーだよね、いわゆる溜めなし1連溜めたら2連の、まあ、広範囲切りみたいな感じのものなんですけど、これはですね、よくよく使ってみると強いんだよね。最初って使い勝手とか慣れから初期ブレードが重宝されていたりするんですけど、やっぱりね、攻撃力通常のもの、普通に振るだけでも1700の火力と直撃補正が1200ぐらいついているのも強いですし、なんといってもね、こうチャージした時に2回ブンブンって切ってかなり広範囲になるので、しっかりと当て切ることができるっていう、初心者にも意外とね、おすすめなものになってます。ただ、ため攻撃になるから、まあ、出だしどう硬直をね、うまく、まあ、避けようかみたいな、どのタイミング出そうかみたいなところが慣れるまでちょっと難しい。故に、まあ、個人的には、まあ、自分もね、かなり下手っぴだったので、初期のブレードの方が重宝はしたっていう記憶はあります。はい、続きまして、その下のもの、レーザースライサーです。これはラスティの機体が乗っけている、なんかね、なんだろう、なぎなたみたいな感じをぐるぐる振り回すんだよね。なんていうのこれ、こういう武器なんていうんだっけ、上にも下にも剣がついているみたいなものなんですけど、これをね、非常に高回転&高多段ヒットで、相手に叩き込むことができるという、なんかリーチっていうよりかは本当に多段ヒットで相手をどんどんこう硬直させていくみたいな感じの使い勝手がいい武器かなと思います。衝撃力とかがめっちゃ高いってわけじゃないんですけど、まあこんだけヒットすれば大抵はスタッカーまで行くよねみたいな感じの、まあステータスは持ってるし、ただ衝撃残留が少ないので、ミサイルとか、
後方支援の火器と組み合わせることによって、まあ、衝撃力をキープしつつスタッカーに持っていけるみたいな使い方が個人的には好きでした。近接武器いろんなねバリエーションがあるので、まあ使い分けてみようかなで使うのが楽しい武器かなと思ってます。はい、続きましてこちらレーザーランス、まあ、この辺はね本当タンタンタンといきますけど、やっぱこれもねぶっ壊れ級のまあホーミング精度っていうのかな、追従精度みたいなものを誇ってるのでね、皆さん一度は使ったことがあると思います。火力をパッと見た時にそんな高いように感じはしないと思うんですけど、いざこれ入ってみると本当体力みるみる減らしていけるよみたいな感じでね、かなり使い勝手がいい武器の一つだと思います。近接武器迷ったらパイルバンカーかランスみたいな感じでも言われてる通り、本当にね、どんなプレイヤーに向けても使いやすい武器かなと。対人、対ミッション、対ボス、どんな場面でもね使いやすい武器です。これさっき撮った動画でご紹介したんですけども、プラズマ機雷投射器、これ最初ね見た時、これなんだろうみたいな、機雷投射器って書いてあるから、まあ、なんかちっちゃいつぶつぶが前に広がっていくのかなと思ってたんですけど、まあ、R でね動画再生できるようになってて、これめっちゃいいよねこの機能で見るとね、こんな感じでヨーヨーみたいな、電動ヨーヨーとなんか言われてましたネットでは、はい、こんな感じで回しながらもできちゃうと、まあ、これは弱いですけどね、これはマジ控えめに言って弱いんだけど、2連撃最大で打ち込むことができて、かつ1回1回の攻撃力がめちゃめちゃ高いです。1300に810の衝撃力、まあ高くはないか、高くはないんだけど、何が強いかって、他の近接よりも対空、まあ周囲360度めちゃめちゃ当てやすいです。これリーチがね長いので、他の武器って近接の刃とか、まあ、当たる部分が伸びてくとか、ホーミングで、追従していくってやつなんだけど、これに関してはまあ、無知みたいな感じで使えるんだよね。なので、まあ、めちゃめちゃ強い。で、しかもタンクと使うことによって、走りながらひたすら当てれるっていう、他の近接とは一味使った使い方ができるので、直撃補正165と他のものに比べたら低いんですけども、これはね、一度使ったら癖になる最強の武器です。まあ、自分が今ぶっ壊れランキング作るんだったら、まあ、普通にこれ1個ぐらい入れてもいいなっていうぐらいの近接の中では、抜きん出た性能入ってるなと思ってます。はい、続きましてはね、月光派、月光剣とかって言われてるのかな、光派ブレード、ムーンライトになります。これはまあ一緒に紹介しちゃうんだけど、ムーンライトとムーンライトのレッドシフトバージョン、まあ、コーラルの武器ですよっていうものになってるんですけど、どっちかというとこっちが出てしまったらこっち使う価値は正味ないです。ため切りをしてこのチャージした時に使うってなったらこっちの方がよく見えるんですけど、素の攻撃力ってのがまあこっちの方が高い、しかも衝撃力も高いっていうような仕様になってしまっているので、出た以上はこっちで十分かなと思います。まあ、絶対ね、一度は使いたいロマン武器にもなるし、普通に使ってたら癖になるっていうか、使い勝手が良くてね、一軍としてアセン組んでるなんて方も多く見かけるので、まあ、これはね今回間違いなく入れたい武器でしたね。さあお次でございます、速射リニアライフルと。これはねこの個別で動画を撮りたくて、出す投稿をしている日、順序がちょっとわからないんですけど、これをね先ほど紹介した動画を撮ったんですけど、マジで強いんですよ。どういうことかというと、この他のリニアとかアサルトライフルと比べて何がいいって、チャージした時の攻撃力と衝撃力が非常に優れています。でしかも個人的にチャージ時間1秒っていうのがめちゃめちゃでかくて、一瞬でチャージして一瞬でこの火力のものを乗せれる、しかも直撃補正220ってやばくない？なので、まあ1400ぐらい直撃補正でバンバンと、もう打ち込めるわけですね。バンバンじゃないね。バンだね。これ単発なんでね。はい。って感じの武器になってます。ただし、まあ、止まって打つ硬直しがちな武器なので、まあ、タンクとかとも相性いいなと思うんですけど、もちろんスタッカ時に打つわけなので、ちょっとこう、遠距離目からね、ミサイルとかを打ってて、スタッカしたなって時に遠距離からこれちょっと打ち込むみたいな使い方もできるものになります。で比較する例としては、こっちに火力型リニアというものがあるんですけど、連射性能と引き換えに攻撃力を実現しているということで比較しましょう。左が速射型、右が火力型なんだけど、チャージした時の攻撃力とか衝撃力ね、結構やっぱり1250だよとか850魅力に感じるんですけど、何が違うかって、チャージ攻撃時発熱が半分ぐらいなんですよ、約で。冷却性能っていうのが155ついてるので、打って溜めた頃にはもう次打ってもオーバーヒートするっていう風にはならないんだよね。なのでひたすらに打ち続けられる、まあ、そんなこのこいつばっか打ってるわけじゃないので、オーバーヒートさせることなく
自分の打ちたいタイミングでこの強い攻撃と衝撃力を相手に当てることができるっていうのが、まあ、おすすめなポイントになってるかなと思います。であとはね、やっぱチャージ時間が 1.5 で 1.5 倍大きくなっちゃうよとか、あと連射性能が下がっちゃうよとか、ちょっとねこうリロード時間が長かったりとかいうところも、まあ、やっぱり使い勝手の面で総合的に見るとこの速射型の方が軍配が上がるかなということで、自分は結構これ気に入ってて、最近ね王道武器しか使ってなかった時があったのでいろいろ使ってるんだけど、そんな中でもね結構お気に入りの武器となっています。これマジでおすすめです。さあ続きまして、バーストマシンガンでございます。バーストアサルトライフルというものもあって、これもこれでおすすめできるんだけど、まあ、今回ね使うコンセプトとしては、まあ、張り付いて近接で効果力とかを使いたいので、そういった時にやっぱサンマシンガンの取り回しと、まあ、機体のね、重さも制限されないこの、まあ、800ですけどね、両手に持つことによって1600も軽減できるしとかっていうね面で見ても、このバーストサブマシンガン結構気に入ってます。火力自体はそんなに強そうに見えないんですが、まあ、この4連バーストで衝撃力 48×4 を叩き込んでいけるよっていうのと、直撃補正195も大きいで、射撃反動が少ないのも美味しい点ですし、連射性能が高いっていうのと、あとリロード時間がですね2秒と短いのもいいところだと思います。はい、続きましては、まあ、これは入れざるを得ないガトリングですね。多分おそらくガトリング使ったことない人いないんじゃないかなというぐらい今もてはやされてる武器だと思います。まあこれきっとね、あのエルデンリングとかの二の舞だと1回目のアップデートとかで結構こうオーバーヒートする時間が早くなったりとかいうのができる、起こるんじゃないかなと思ってるんですけど、オーバーヒートまでに撃てる弾っていうのが100発近くあるんだよねこれ。なのでめちゃめちゃ使えんの。それゆえに本当これ積んどけば押す余裕みたいな言われてるんだけど、まあ、強いのはいいことだけど、まあ、本当にその強すぎて弱体化とかがね、フロムって弱体化結構入るので、その辺でちょっと怖いかなっていうようなものですよね。なので攻略詰まってる方とかは早めに使いたい武器の、まあ、筆頭級になるんじゃないかと思ってます。はい、続きましてこちら同じくティア1、まあ、ティア S、 もう1超えちゃって SSS みたいなぐらいのレベルね、ゼンマーマン、ゼンマーマン10ショットガンと呼んでますけど、はい、こちらです。これはね本当に強い、まあ、ガトリングかこれかみたいなところで、もう2択しか使ってない人いてもおかしくないぐらい強いですよね。うん、全然俺あれだもん、全然あのゲーム忙しくてあんまできないとか、攻略マジでこんなあの短期間でやらなかったら絶対うまくならないから、このゲーム絶対苦戦しながらやってこの2つに頼りながら攻略してたと思います。なんだこれしか使わなかったかもしれない。いや、それは言い過ぎかそれ言い過ぎかもしれないけど、それぐらい強いよねっていうような武器になってるんじゃないでしょうか。はい、そしてもう流れでいきますよ。もうこの上の2つはね、もう流れでいっちゃいます。はい、こっち、これはね結構気に入ってます。皆さん使ってる方いますか？これ使ってる方いたら結構あの仲間って感じなんですけど、スイート16というね、なんか甘い名前がついております。はい、16じゃないんだけどね、13なんだけど、まあ、13連のショットガンという風になっていてですね、火力、衝撃力、つぶつぶのように見えて、こう13発入った時結構恐ろしい火力が出ますよというものになっています。はい、まあ基本的に弱点がないね。ショットガンの軽いバージョンとして捉えてくれたらいいかなと思います。近距離特化軽いものみたいな感じで、近接特化組む時とかに、重量制限出ちゃったとか、本当に軽い機体で行きたいって時にこっちが背負えないよって時の代役になりがちです。はい、続きましてハンドガン2つでございます。ここはね、何が、まあ、今回おすすめしたいかというと、まあ、もちろんこのコキュレットに関しては序盤からあって序盤の攻略を助けてくれる、なおかつ対 AC 戦とか対人のもの、後半とか中盤になってもずっと使ってる方がいるぐらい、まあ、安定な武器かなと思っております。軽い、衝撃力高め、連射性能高め、あとはリロードとかもそこそこ早い、弾単価も低いっていう、近作にもできるし、本当どこに持ってってもいける優等生っていう器用貧乏みたいな感じです。でそれの上位互換でちょっと連射性能とかを犠牲にした代わりに少し火力とか衝撃力に上位アップデートが入ってますよって言った簡単な説明だとね、いうのがこちらになっております。出てくる順番がね、やっぱりこうこっちからこっちって感じなので多少強くなってるっていう印象ですかね。さあちょっとね、まだ今回ご紹介とまでするつもりないんだけど、このねバーストハンドガンに関しても
結構強いんで、ゴリゴリ軽量機体を目指してるという方はね、ちょっとこれも、ぜひ使ってみてほしいなと思います。まあこれぐらいですけどね。うん、次行きましょう。はい、次はね、ジャベリンアルファなんだけど、これバズーカ。まあ今回唯一かな、バズーカ紹介するんですけど、こういう重い武器は肩に背負おうとかいうことが多かったり、あとはタンクの時はアイスワームとショットガン、ガトリングで固定だったりしたので、あんまり使う機会がなかったんですね。そう、手にわざわざ二脚の時にこれ持って硬直してまで撃つとかがあんまり好きではなかったのもあるんですけど、でもバズーカの中で一番おすすめしたいのはこれかなと思ってます。でこれはね、もちろんタンクに積んでのアセンがおすすめなんですが、どういうことかというと、まず、攻撃力、非常に優れている攻撃力に衝撃力が1390も乗ります。で残留も900乗るってところで、まあ、大抵の武器よりも衝撃値が高くはなってる、まあ、当たり前ですけどね。ただ唯一爆発範囲が広くないので、まあ、使い方ってのが限られてきていて、他のものに関して言うと、もっと爆発範囲が広かったりします。ただ、まあ、自分の使い方的には爆発範囲別に広くなくていい。スタッカ時に入れたいのでね、この直撃補正220を使って入れたりもしたいので、まあこれでいいかという感じ。唯一の欠点としてはやっぱり重いってところかなと思います。弾単価やリロード時間に関しては他のものと比べても 7.5 秒だったり 8.9 秒リロード時間かかるよっていうのに比べたら、まあ本当に使いやすい、淡々と打っていきやすいような武器になってます。で他のものと比べると、こっち直撃補正が140-145とかなんだけど、火力がもちろん高くなっていて爆発範囲がめっちゃ広いよというものになってます。なので、まあ、好みにはなるんだけど、自分が積むならこっちかなということで、ジャベリンアルファに紹介をねしております。今回はい、続きましてナパームとかジャミングとかのネタ武器も紹介したいんですが、アセンありきとか使い方ありきになってしまうので、まあ、ワンブの、武器で強えと言えるものとしては、今回こっちね、火炎放射器とかな、かなと思いましたので、次火炎放射器をご紹介します。これもね、散々言ってきたので、はい、強いよポンでわかると思うんですけど、使ってみた人は大抵みんな、あ、火炎放射器こんな強かったんだっていう方もいましたし、あとは自分古参じゃないし前のゲーム知らないからわかんないんだけど、前ってそんな強くなかったらしいんですね。でも今作強いねって言ってるようなコメントも何回か見かけました。なのでね、こう昔からやったけど全然火炎放射器イメージなくて使ってなかった、でもちょっと使ってみよう、これみたいに使ってみようと思ってくれた方は、一回使ってみるとね、結構癖になったりする方もいるかと思います。はい、続きましてレーザー系どんどん入っていきましょう。強いレーザーあるけど、やっぱり飛ばしできて一番最初目に入るのはこのね、レーザーショットガンかなと思います。すごいね、近距離特化になってしまうんだけど、チャージで収束してなんか一つランスみたいな感じ、レーザーの一つランスみたいな感じで使えるのが結構好きでね、これは気に入ってます。攻撃力とか衝撃力は実弾のものと比べると心もとなく見えるんですが、チャージした後っていうのが非常に高火力なんだよね。で当てやすいんだよ。ただチャージ攻撃時発熱っていうのが、1000入るので約まあ4秒5秒ぐらい冷却にかかるんですが、普通にポンポンポンって打ってて、ここだっていう時、この 0.6 秒というね、鬼早なチャージ時間を利用してスタッカー時でもいいし、スタッカーさせたい時でもいいからチャージして打つことによって、かなりショットガンライクなね、火力と衝撃力を当てることができるという点に気に入ってます。直撃補正145も十分だし、重量軽いとことかも近接特化にしやすいとかいうところでね、本当にこう取り回ししやすい武器の金字塔みたいな感じで、これよく使うんですけど、でこれに引き続き強いのはこのレーザーショットガンね。こっち近距離特化でも、こっちは中距離までもいけちゃうよっていうやつで、比較していくとこんな感じで、まあ、衝撃力とかあんま強くなかったり、チャージした時もあれ、こっちのちっちゃい方が強いやんみたいな思うんですけど、これのいいところは、まあ、当てやすいんだよね結構。でチャージ時間も、まあ、そんなに長くない、言うて1秒収まってるし、射程が若干伸びたので少し遠目からでも撃ちやすいものになっていたり、あとは発熱がねそんなにたまらないので、一発撃っても二発目すぐチャージして撃つことができるっていう点も強いかなと思います。二本チャージしといてボンボンと撃って、あ、スタッカーしなかった、じゃあちょっと避けつつもう一回溜めて撃とうとかっていう、即座にチャージ攻撃が、まあ、連発させることができるとかいう点も強いです。
まあ、使い分けでね、それぞれ強みが持ってるかなって感じなので、使ってる方からしたらね、その自分の好みで変えてはいると思うんですけど、自分はねどっちも好きでよく使い分けて使っております。はい、続きましてこちらプラズマライフル 760PR です。これもねたくさん序盤とかに紹介したんだけど、やっぱり強いよね。普通にこれはね広範囲に継続ダメが入るっていう点で、ミッションとかの雑魚処理に非常に役に立ったことが多かったんじゃないかなと思います。チャージしなくても広範囲に入るのに、チャージした後に、まあ、こんな感じでドンとかなりの広範囲ね爆発が広がってくれるっていうところが、対ボスに関してもね、対まあモブ、わざかいるモブとかに関してもたくさん使える、まあ、約倍になりますからね、約っていうか倍だね、倍になるから、まあ、そういうとこでも使い勝手が良かったんじゃないかなと思う。で次ね、ここ並んでるの全部個人的にいいなと思っていて、皆さんここのねプラズマ好きな方は派生でどん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 変えていく方が多いと思うんですが、ネビラとネビラのコーラルバージョン、何が具体的に違うかっていうと、こっちは爆発範囲が拡大する、そして連射性能が上がってるっていう点ね。でこっちのレッドシフトに関しては、まあステータス見た方が早いか、こんな感じで火力、もともとの火力が高いけどチャージ時の仕様がちょっと変わっています。ただしここ見てほしいのが、936の衝撃力に対して残留がしっかり36の残り続けるっていうね点も強い。で爆発範囲は狭くはなってるんだけど、発熱が低かったり上級域補正が高かったりっていう、ちょっとねまた毛色が違うような感じになってるのも面白い点、まあ、悩ましい点ですよね。で見てほしいのが、溜めた時ね、溜めた時に連鎖爆発みたいな感じが起こるんですよね、こんな感じで。なので結果的に結構広範囲に広がったりとか、大ダメージを与えるね要因になったりしてくれるっていうところも、まあ面白い武器の一つかなと思ってます。逆にネビュラの方は、まあ、通常だと連射してポンポンって打つと思うんだけど、溜めた時が結構な広範囲またね、広がってくるという感じになってくるので、まあ、その点でいうと、この通常のプラズマとネビュラでどう使い分けていくのっていうのがね、出てくると思います。通常時の火力に関してはプラズマの方が高い、でも連射できるからこっちのねネビュラの方が気に入って使うとかいう人もいるでしょうし、チャージしてみたら結果的にかなりね、大幅にグレードアップされてるのがネビュラなので、じゃあネビュラにしていこうかって言って変える人もね結構いたんじゃないかと思います。まあ、難しいよね。まあ、出る順番で言うと、ちゃんとグレードアップとか、強さが変わってるのが実感されて、まあ、コーラルと普通のネビュラに関しては、まあ、好みとか、まあ、場面によって使い分けるなんてことがね、多いんじゃないでしょうか。はい、続きまして、こちらでございます。まあ、攻略を焦点に当てて今回紹介しているので、メインではね、まあ、パルスガンやっぱ入れたいなと思って、ここはまあ、二つ一つで、紹介しちゃうんですけど、GUQ1 と GUA2 というね、最初スルラが持ってたやつがこっちで、初期からあるのがこっちになってます。これはやっぱさ、気づいてる人からしたらわかるけど結構火力出るんだよね。でましてやパルスアーマーをつけてる敵とかかなり厄介なので、そのパルスアーマーをね1個持っているだけでかなり削れるっていうところがかなりミソのポイントになってるんじゃないでしょうか。 PA 干渉って他のやつ140とかに対してこれ500だからね、4倍5倍近く出てるわけだから、そりゃ溶けるわっていう。でパルスアーマーで吸収されてる分をこれ一つでね解消して、総火力をねぶったたくことによって、まあ、バルテウスもそうだし、あとはステルス機体とかもねよくパルスアーマーつけてるんですけど、もうそういったやつらを神装甲かのようにね溶かすことができるっていう武器です。これ4つ持って対人とかも結構楽しいんですよ。割とおすすめです。続きましてはねこちらデデンと、ファーロンダイナミクスの連装型4連ハンドミサイルです。これもねたくさん紹介したから、まあ、さらっとでいいでしょう。入手時期見ても使い勝手見ても本当に強いかなって、強いなって思う武器で、いまだによく使います。このゲームさ、やっぱ序盤とかから強い武器って後半も強いって言ってくれてる人がいたんだけど、まあ、間違いない。本当に割と早めに出るんだけどずっと使える。ミサイルマンとかに至っては普通にエア戦とかにも持ってけるぐらい有能、まあ、もちろん代替武器っていうのが出てくるんですけど普通に使い勝手がいいです。で逆に言うとこのね分裂型ハンドミサイルはあんま好きじゃないんで今回はもうスルーします。はい、で最後ねこちらエイプリティフですね。
これはまあ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 、たくさん紹介したミサイルマンとかでもね言ったのでありでしょう。でなんかね、たまにそういう強がりコメントが来るんだけど、ミサイルマンかもだよねみたいに言うけど、やっぱ強いよ。ミサイルマン特化のものとかを使ったら、もちろんミサイルマンおっとって紙走行でね飛んでるだけの分際なので近距離対応できなくてとかってなっちゃうかもしんないけど、結構ね普通に対人やる分にはねまだまだ強いですからね、こういう13連ミサイルとかを、まあ、味を占めてね携えて肩に、10×3 連のミサイル、カーラミサイルフルコンボでね対人行ったりとか、まあ、エア戦行ったりとか、対人別に行かなくてもいいしね、普通にボスとか、ミッションでねこのミサイル戦法っていうのは非常に刺さるので、そういうところでもねやっぱり評価高いミサイルかなと思ってます。はい、ということで今回ねちょっとひたすら喋ってマシンガントークして、26個だね、パルスガンを20入れて26でした、ご紹介してきたんですけども、いかがだったでしょうか。皆さん使ったことない武器ありましたか。結構こういうゲーム好きで探求心強いっていう人は武器をねつどつど変えてやったりするので、全部使ったことあるよなんて人もいるかもしれないんですけど、まだまだストーリー序盤とか全然やれてないよって方なんかからしたら、そんなのもあるんだみたいな武器もあったと思います。どれ使ってもねやっぱ楽しいのはもちろんなんだけど、攻略でね今やっていく上でかなり刺さるような武器たちっていうのを今回はメインでピックアップしてみました。今回紹介しなかったものでもね、実はこれ強いんだぜみたいになったらぜひコメント欄で教えてくださいということでですね、今回は長々と喋ったので素早く終わらせていただきましたが、またね、片武器も紹介しようかなと思っているので、そちらもよろしくお願いします。それではね、また次回の方でお会いしましょう。バイバイ。